1967年の広島カープでは、1967年の広島カープの動向についてまとめる。この年の広島カープは、長谷川良平監督の3年目のシーズンである。前年の1966年は、終盤で10連敗しながらもなんとか順位を一つ上げて4位となったが、この年は A クラス入りが期待された。4月は、 まずまずの滑り出しも恋のぼりの季節を過ぎると、負けが混んで一気に再開に転落。8月以降は再開が確定し、優勝の巨人に37ゲームを、2位の中日に25ゲーム差をつけられた。結局1963年以来4年ぶりの再開となり、そのままシーズンを終えた。投手陣では大石清との 大石トレードで阪急からやってきた大石八太郎が10勝を挙げて投手陣の柱となり白石静雄もそれなりの成績を収めるなど奮闘した打撃陣では大吉律雄や大和田明、小畑氏などが奮闘したが甲不調の波が激しく B クラス脱出はならなかった在任3年間で A クラス入りできず長谷川監督はこの年限りで辞任新監督には 根本睦夫ヘッドコーチが昇格した。シーズン終了後、球団の大株主が東洋工業及び松田家に一本化されて、広島東洋カープに解消。東洋工業の松田つねじ社長がオーナーに、つねの長男で副社長の松田幸平がオーナー代行に就任。東洋工業への資本一本化により、 チームは大物選手のトレードやドラフトでの獲得など資金にゆとりができ、オフには阪神の山内和弘を無償トレードで獲得した。ありがとうございます。